はい、どうも、家電でございます。今回はですね、こちら、不能犯についてですね、漫画紹介を今回はね、やりたいかなと思います。2月に買ってきた漫画ランキング1位ということになったのでね、まあ、一応評価の合計点数として、計算した結果、買い始めた漫画で初めて、買った漫画の中でね、一番合計点数が高かったのが不能犯だったということなんでね、点数が高いイコール、まあ一番面白いと言っても間違いないと思いますし、僕自身もね、そういった感覚でいたというところも正直あったのでね、今回はもうね、今現在7巻まで発売中、そして、もう実写映画化も公開中の、不能犯をですね、紹介しようかなと思います。まずね、あらすじの方を説明しますと、こちらのね、表紙にもなってる主人公、嘘吹忠、職業が殺人者ということで、まあざっくり言うと、殺し屋ですね。もう殺し屋と言ってもいいと思うんですけども、まあその、ね、主人公に対して、一般のまあモブキャラみたいなね、いろんなキャラクターが、殺しの依頼をね、してくるっていうところで、その殺しの依頼を、引き受けて、そしてね、殺しを実行するというふうに、まあそのストーリーの流れはざっくりそういった風になってるんですけど、この特徴といたしましては、この主人公の嘘吹きの殺し方というのが本当に面白くて、どういう殺し方をするかと言いますと、一言で言うとね、マインドコントロールで殺すんですよね。相手に怖いことを連想させる、思わせることによって、その思わせるのを自分が言葉巧みに、あるいは表情やら、そういった部分で、相手に恐怖に陥れて、まあ、死因で言うと、このショック死させる。そういう風な流れで、殺しを実行する。もう、そのね、殺しに関しては、百発百中。ターゲットとなってしまったら、その時点で、もう、この主人公にね、殺されてしまうと。もう、どんな風に殺されるのかというのもね、多種多様、もうね、いろんな風で、もういろんなね、もうほぼ勘違いって言ってもいいと思うんですけども、もう思い込みで、ショック死してしまうというのが、もうこれがね、どんな殺し方なんやと。こんな風に殺されることなんてあるんかっていうのが、周りからしたらなんでこいつこんなにビビってるんやと。そういった部分が多分、殺される側しか、マインドコントロールされてるやつにしかわからんように、まあそういう風に誘導したりとか、そういった部分が逆になんで、いや、不可能やなと思いつつも、でもそれはかかった方じゃ、本人じゃないとわからないっていうのが、まあ逆にそこも根拠としても結構しっかりしてるんじゃないかなというふうに僕もね思わされたところがありましたね。殺し屋ってことは普通に考えたらそんなに殺しを実行してたらね捕まるんじゃないかと警察とかにね。それも普通に考えて僕自身も思うんですけども、まあこれ本当にすごいところはそのマインドコントロールを殺してることによって、まあ一応物証っていうのがないんですよね。殺すに至っての例えば鈍器とか あるいは包丁などそういった武器を一切使わずただ単に言葉で支え焼きだけで殺すんで、だから殺したっていう証拠がないんですよ。だからないから、捕まえようがない、逮捕しようがない。だから立証不可能な犯罪ということで、まあ、立証不可能犯罪イコール不能犯というような形になってて、ここが本当にねこの漫画の僕自身は一番すごいところじゃないかなというふうに思ったんですよね。だからもう隠れて生活する必要がないんですよ。もう堂々と普通に生きてて、まあ容疑者としてっていうか、まあマークはされるけども、でも堂々と殺したとしても殺した証拠がないから、もうただ単に喋ってたから相手が勝手に死んだみたいになるから、それが結果的にはもうね不可能、誰も、逮捕することができない、証拠をつかむことすらできない、証拠なんかもともとないんやから、これが正直僕はねめちゃくちゃこの設定がすげえんじゃないかなと思ったんですよね。さらにすごいのがそのね、殺しにあたっての依頼者などのそのね殺す相手とかそういった部分のなんかねシナリオとかからくりがなんやマジかって思わされることばっかりで、この主人公がどういう風に殺そうかなとかって考えてた結果、まあね最終的には殺すまでに至るけど、でも実は依頼者にも知らなかったようなことがあって、その事実を主人公のみが唯一知ってるんですよね。知ってたのとしたら依頼者は絶対ね殺す依頼をね取り下げるはずなんやけども、でもこっちはもうね依頼を受けてるわけが、それを全うするためにその事実をねずっと伏せたまま殺しを実行して、そしてその後に実はこういった事実があるんだよっていうところで、
もう依頼者後悔してそしてね、バッドエンドを迎えると、この流れが一連の流れになってるって、なおかつこういった話ばっかりいろんな場で出てくるから、このねネタの宝庫、もうここまででこんなにもネタがあるのかっていうのがね、正直ここの話作りはすごすぎるなというしか僕自身もそういう風に思わされましたね。ほぼほぼバッドエンドを迎えるから、逆にどんなからくりになってるやろ今回は、もうどんな話作りなのかなっていう、そっちにもめちゃくちゃ気になって、殺す方法よりももう主人公にしか分かってない事情を、そこをどんな部分隠れてるんかな、もう新たに知らない部分とかあるんかな、これを知った段階で依頼者はどんな風になるのかなとか、そこもめちゃくちゃ気になって仕方なくてね、ただ単にね殺しを見てるだけが楽しいんじゃなくて、一つ一つのストーリーがちゃんとね、もう最悪の結末に向かってるっていうのがね、分かっててもこれが本当に面白くてね、全くねどこも見劣りしないというか、全ての話作りがもう見事としか言いようがなくてね、これがもう分かりきってるけど、そこに向かうのが毎回驚かされてね、ここの、もうストーリーというのがね、毎回本当にすごすぎるなとしか言いようがなかったと思います。もうどの部分もね全然見劣りがないんで、いやーこのねもう一連の安定感というのは凄まじかったかなというふうに僕自身も思ったんでね、漫画描いてる神崎先生はねウロボロス描いてただけあって、本当にこのバイオレンスの、表現力というのはもう怖さが半端ない。そういった部分はもうね、ウロボロスの時点で分かってたし、いやまあさすがとしかね言いようがないというか、うわこれはちょっとな悲惨やなとしか思わされる部分も多々あったりもしたし、この原作の宮月先生のまあ先ほど言った話作りやら演出やら、もう必ず絶対なんかあるやんっていうのが、絶対なんかあるやんが分かってるけど、それを見せられてうわマジかよって驚かされる、分かりきってね驚かされるっていうところがね、いやこれはもう読者の想像をねはるかに超えるような考えなんやなっていうか、そういった頭脳になってるかなっていうのがね、いやもうこれもこれでね、もともと設定を作ったのもすごいけど、どうなるんやろな、これ絶対なんかあるやろなって分かりきっててもやっぱ面白いからね、もう次があっても次ももうむちゃくちゃ気になって仕方ないかなというふうに思ったんでね、サスペンスホラーも、ね、やっぱりね怖さっていうのもあるから、正直ね、そういった部分が苦手な方にはまあ向いてないかもしれないんですけども、でもやっぱりねあっと驚くような話作り演出、その上で、もちろんねホラーやらサスペンスっていうのはやっぱりそういった部分の作品読みたいなって方は、僕自身は今はねこの不能犯、いやそういったジャンルの漫画としてはねこれは本当にね読んでいただきたいかなと思うので、ぜひとも気になった方はね、まあ今映画もやってるしね、映画も見てもいいとは思うんですけども、こちらの原作の方7巻まで出てるのでね、皆さんにも読んでいただきたいかなと思います。ということでですね、今回は、まあ2月に買ってきた漫画ランキング、新たに買い始めた漫画の1位だったということでね、合計点数はねその部分でまあ一応ね、義務って形になっちゃうかもしれないですけども、まあこのね不能犯をですね、まあ僕自身は結構漫画紹介したいなっていうところもあって、そういった部分重なってまあ逆にラッキーやなっていうところもあったんで、今回はね不能犯を紹介させていただきました。先月もね、私の少年をね、1月に買ってきた漫画ランキング1位だったから、まあそういう風な流れでね、漫画紹介したし、まあこういった部分でも結局1位になった作品はやっぱりまあ面白いのは間違いないと思うし、それだけ本当話しがいのある作品やなっていうのも、まあ私の少年から考えたらそういった部分もね僕自身もねめちゃくちゃ感じた部分はあったんで、まだ新刊の方も1位になった、バトルスタディーズ13巻の方もね、今後どっかでやっていこうかなというふうに思っておりますので、まあ13巻もめちゃくちゃやばかったしね、全然もう話せるポイントも話したいポイントも多かったと思うのでね、ぜひともね楽しみに待っていただきたいかなと思います。さっきも言ったんですが、もう不能犯は絶対読んでいただきたい。もう本当にねたらたら衝撃、これが一言言いたいですね。もう衝撃の衝撃、それだけしかもうそれだけの十分やなというふうに思った部分もあるんでね、まあもちろん読んでいただきたいのも間違いないですし、今後もですね、まあランキング関係なくもうめちゃくちゃ好きな漫画もね、さ、まあ前日のグランブル同様、アニメ化したから漫画が生涯みたいな流れでも、まあ何かしらの流れでね、漫画紹介やいろんな作品をね、どんどん自分のチャンネルでも、紹介していこうかなというふうに思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。